前に止められると思うのか。エデンズゲートは強大だ。
か気をつけろ。すぐ。Thank you.
書を使って祝福を作っている。やつらを追い出すことはレジスタンスにとって大きな助けとなるだろう。ようやくこの辺りでまともなビールにありつけるかもしれん。よくやったぞルーキー。こりゃ最高だ。また新しいのが追加さ。それはどういう意味なのか。人生を振り返ってみて、あなたはどこに行って何をしてきたのかと。それは目的を与えてくれた。心は満たされた。それとも迷い、不安の波まで漂っている。人生に意味を見出そうとするのは普通のこと。理解しようとし、秩序を求める。でもそれは叶わない。秩序から人生は生まれないから。人生は混沌から生まれ、苦しみと失望と悲劇に満ちている。私たちは苦しみを糧とする世界に生まれ、絞り取られ、打ち捨てられる。誰も私たちを気にかけない。見ぬ者もいない。でもファーザーは違う。誰一人あなたを愛さなくても、ファーザーは愛する。誰一人あなたを信じなくても、ファーザーは信じる。誰一人あなたを理解せず価値を認めなくても、ファーザーがいる。なぜなら彼には信念があるから。私たちの会議を信じ、己を信じてる。そしてあなたのこと、信念があるから危機や不安、そして過酷で混沌とした人生を乗り切って、私たちは死を迎え、肉体は腐り、塵となる。では信念は、それくらいにしな。信念は残る。私たちの兄弟姉妹たちの中に、
いただくぞ。信じない主義だ。とにかくこの調子で頑張れ。